ちゃ、こんにちは。はい、ということで、はい、ね、俺と対戦をよくしてるピッチャーの方ってゲストにあんまりっていうかほとんど来てないのよね、はい、ということは俺をどう攻めたかとか、はい、例えばピッチャー目線で篠塚さんと俺と何がマウンドで違ったのかっていうのをちょっと教えてほしいなと思って、俺はすごい興味あるなと思って。難しいないや、だって最初の方の動画で、篠塚さんにはよく打たれたっていうことを言ってたじゃん、俺打ったか打たないかっていうのはあんまり覚えてないんだけど、レフトにホームランを1本打ってるっていうのは覚えてるわけ、それ以外はあんまり覚えてないのね。やっぱりミーティングとかもするじゃない、篠塚さんはどういうミーティングをしてたの覚えてる？篠塚さんはもうバットコントロールがやっぱり素晴らしいじゃないですか、コース狙ったら外行ったら流してくる、こっちで引っ張ってくるでしょ、自在だった、やっぱマウンドで投げてても自在を感じた、そんな感じしましたね。だから反対に真ん中投げたらどっち打とうか迷って打てないんじゃないかっていう、そうなの、ね、やっぱそうなの、で実際やったことある？ありますね。抑えた。いやでも真ん中してもそういかないですからね、真ん中に、まあ確かに、ね、いかないですけどね、いや打たれた印象ある？打たれた、もう印象あるね、ありますね。俺に打たれた印象ある？やっぱありますよ、本当やっぱり嫌いなバッターっていうのは左の背の小さいバッターっていうのも嫌いなんですよ。俺180ある、嘘だよ嘘だけど、もう嫌いです、もう嫌いでしたもん、田辺さん。ああそう、なんで初球から打たないし。いやいや、そんなことないですけどもう基本的にその背の小さい左は嫌いなんですよ。ちょこちょこしてるやつ、このネズミみたいなことを思って投げてた。もうセーフティーも構えしてくるしね、でもそういう印象あるんだよ、ちょこちょこするのは分かるけど、打たれるっていう感じがあった。とにかくランナー出しちゃちょっと面倒くさいなっていう。フォアボールは一番やっぱいけないなとは思ってましたからね。フォアボールでね、ファーストいったらもうツーベースと一緒になっちゃうじゃないですか、ほとんど走られるんですからね、ということは甘いボールでもいいから、まあ打たれるのはしょうがないと、ファーボールだけはっては思っていながいましたしね、どうやって俺は解釈したらいいのか分かんないけど、相手にされてなかったっていう。いや、そんなことないですとりあえず真ん中投げといていや、真ん中でちゃんとコース狙えますよ本当か、これは指導さんだけですよ、どんなもんあ、だから篠塚さんと比べたら、やっぱり篠塚さんの方が嫌だった、やっぱ嫌でしたね、勝敗の打率を調べてみればよかったですね。あ、2人のね、対戦のね、3割は打たれてない、ないでしょ、打たれたかな2人で、でも晩年になってから達夫がね、カーブピッチャーになったような感じがあったじゃない。まあ先発回ってからちょっとしてからですね。そう、ちょっと体力を温存しなきゃいけない、まっすぐな、まっすぐだけではいけない、だから遅くなったまっすぐをいかに早く見せるかっていう工夫してましたからねそうだよね、だからその時にはやっぱ打った感じはする、早い時ってね、やっぱこう厄介だったよね、だって見たことのない150キロと対戦してるわけだから。いやだけどさ、今佐々木朗希とかもう160キロの時代になってきたじゃん、あれはどう思う？例えばスピードガンが当時よりも今の方が絶対速い計測してるよみたいな、そういうこと感じる？よくそれは言われますね。言われるけど、実際球筋とか佐々木朗希とか見てて、山本とかね見てどう思う？自分の球と比べるでしょ、やっぱ、江川さんも負けず嫌いで、いや俺は164キロ投げてたんだみたいな、あの当時のスピードガンは違ったんだみたいな言うけど、浅尾とか福谷って言われますか、あれを2人が158キロ出たんですよね、あれよりは速かったんじゃないかと思うんですけど、ね、負けず嫌いだね、みんな認めたくないんだね。あれよりは速いでしょ。でもさ、まあ例えば佐々木朗希、山本由伸、ちょっとバッターのレベル1ランク上にいってるよ。山本由伸フォークで150キロですから、ね、それどう思う？自分がまっすぐガーン投げたのが150キロで、山本がまあフォーク投げたのが151キロだよ。それは日本も打てませんよね。それ打てないでしょ。いやだからそのスピードを本当に認めるかどうか、実際のところどう思う？やっぱり今その体力的にもう全員昔と違うと思うんですよね、いろんなウエイトトレーニングとか、確かにね、強くなっていると思うんですよね、上半身も強くなってきてる、それでやっぱかなり違うんじゃないかと思うんですよね、
だから我々の時はもう下半身もっと使ってたじゃないですか、うん、使ってただから右膝に泥がみんなついてたじゃないですか、ね、今つかないな今誰もつかないでしょ、うん、だからそんだけだから上半身が強くなってきてるんですよね外国人みたいになってきてるんですよね、うん、別にガンガンやってね、うんやっぱそういうトレーニングをしたら速い球投げれるんだ、うん、やっぱ それなりのものがあるあればね、うん今ウエイトの機械なんかすごいのいっぱいあるじゃないですか、うん、あれがあの時あったらね、うん、もっと怪我もしなくてやれたんじゃないかと思いますけどね最速は何キロ投げた156ぐらい4ですね4だっけ横浜球場でいやーでも速かったよな自分一番びっくりしたのが江川さんのボールでしたね打席に立って、うん、何が違ったまっすぐ投げじゃないですかホップしてくれたんですあの人、うん、ボールこんな大きく見えたんですよいや俺は自分のボールを打席に立ったことないよねそれないよね、うん、めちゃくちゃでかく見えたよ俺もふわーんと来てて縫い目が風を切る音が聞こえたって今江川さんのボールだけなんですよ牧原のも速かったけど牧原のボールは速いけどあそんなうん、打てそうな気もあったんですよ打者目線で言えば、牧のボールは回転が悪いんだよ、回転数が少ない感じがしたんだよ、ね、だからズドンと打たれたそう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 だから達夫とあの江川さん、これはねやっぱボールがでかく見えた、で津田、津田も速かったでしょ、抑えの、あれはねピストルみたいにねそんなにでかく見えないの、そのかキレを感じるんだよね、うん、藤川もそういうんですかねああ藤川のボールも回転数多そうだもん ね, ねだからよく似てんじゃないのかなと思う、藤川の見た時にあすごい球投げるの出てきたなと思ったんですよね抑えて出てきた時に、ね伸びてくるねじゃあ歴代で、あこのピッチャーはいいピッチャーだなって思ったの3人って誰なのやっぱ一番江川さんですよ江川さん江川さんバッティングしたって、見たので、藤川のボールもすごかったですねあ自分抜きでしょいや入れてもいいよそれは俺も俺の名前も全然入ってないけどね入れていいよ入れていいよい自分はもう見れないですからね、あと誰あと高松さんがいい時っていうの知ってる知らないですあ知らないの高校の時ですから入った時いや俺も、いやプロに入って、いや高松さんのボールがどうのこうのって言うけど、もうちょっと落ちたってあるんだよね鈴木さん3年抑えてもう肘ぶっ飛びました、ね、そうだよね、でも鈴木さんも速かったって言うよ ね鈴木さんもボールも伸びてきましたっていう木松さんはそう言って言ってます、ね、鈴木さんのはボーンときて自分のはズドーンとくる感じです、で誰あと山口隆さんじゃないですかいや見たことないですけどテレビで見てテレビで見てそこはすごいじゃないですかあの人すごいよねこんな高めをバッターが振っちゃうからね短命でしたけどもね山口隆さん、鈴木さんもすごかったんですよね、だからプロ入るときに鈴木さんみたいなとか山口さんみたいなピッチャー目指しますって入ったんですからねプロ入るときおおそう、山口さんの日本シリーズでね巨人をバッタバッタ差し取ったのがある印象が強いですねで最後にさ星野さんの話をちょっと聞きたいんだけど、いっぱいありますよ殴られた基本的には独身しか殴らないんですよあ、そうなんです女房子供おるのに顔を晴らして帰らすわけでいかんとあそうなんだ、だから独身ばっかり殴られてましたね星野さんに行けって言われたことあるでしょインコス兄さんですか、それはもう自分で行きましたよあまあ、ね、言う前にね、自分のチームの4番が当てられたら次行かないとあかんじゃないですか、そういうのあったでしょ昔はめちゃくちゃあったよね、だって足がこっちに向いてるのにちょっと投げる方向違うんじゃないですか、みたいな、だからよく言われたのがベンチから声がすごかったのが達川さんでしたね、達川ぶつかるぞって感じまた広島も名古屋も近いじゃないですか、まあまあ確かに、ね、達川さんいつも言われてましたからね、夢に出てきたって言ってました達川さん、ああそうあの声がいやでも達夫のボールが当たったらちょっと半端じゃないよね、筋肉破壊されるよね、一回新庄にやってた子があるんですよ頭に、まっすぐを当たっちゃったんですけどね、でもゾッとしなかった、大丈夫かと思わなかった、当たってピッチャーも
前まで転がってきましたから。それやばいじゃない。いやそれは大丈夫なんですよ。当たってボコッと下落ちたらダメなんだよね。あ、まあまあ下に落ちたらね、でも自分のところ戻ってくるって言ったらもうまともじゃない、それ取ってファーストには投げなかった、まあ、次のバッターはピッチャーゴロでゲッツ取りますよ。あ、そうなんだ。なるほどね。狙ってって、まあ、あんまりないですね。まあ脅かしてるっていうぐらいですかね。まあまあ確かに、星野さんにこう一番印象に残ってるエピソードって何？いっぱいありますよ、本当に。ジャイアンツがあの2年間にわたって連続得点してたな。やってたんですよ。150くらいの時に星野さんがあれを止めるのは俺かお前か平松しかなんです、止めた方に10万だって言って、あの頃の10万ですから結構、まあ結構ね、給料安かったですからね、こう取るわけにいかないですからね、あいいですよって言って、それで後楽園球場で 2-0 で勝ってたんですよ。それで2アウト7回かな、2アウトセカンドで山本星さんが打ったんですよ。だから宇野さんのあのプレーですよ。 あれで助かったんですよ、10万円。あ、そう、でその後やったんじゃない。そうそう、その後1ヶ月ほどしてからかな、南球場で176で止めたんですよ。お、それがプロ初完封なんですよ。あ、そうなんだ。完封もしたことになったんですよ、それを星野さんはあれを止めるのは俺かお前か平松しかいないって言って、はい、で次の日10万円持ってきてくれました。ああそう、で何で使ったか覚えてる？もうしばらく神棚飾っておきましたけど。なるほどね。今もうお墓に持っていくってそれをお返しに、ね、はい。まあ長きにわたりね、小松達夫さんゲストで、まあちょっとね聞き足りないわ、また来て今度は名古屋に行くかもわからないし。そうですね、うちの店来てください、食べに。いや本当だよね、まあそこでなんか撮ってもいいよね、いつもタオさんもデーブもうちの店で撮りますから。あ、そうなの。そうです。いやそしたらなんか宇野とかも呼んで、まあ、ちょっと座談会みたいなのやりたいよね、はい、みんなでちょっと野球の YouTube を盛り上げていきましょう、ね、ありがとうございました。